リナのシングポートレート。これはアイブの歌い手リナを掘り下げていく番組です。第14回目もファーストアルバムプリズマティカについてのお話をしたいと思います。なんとプリズマティカのレコーディング、そしてジャケット撮影が無事終了いたしました。イエーイ。なんかこんなに短期間で何曲ものレコーディングと撮影を同時にすることっていうのが初めてだったので、不安もあって、なんだかずっと気を張っている日々がずっと続いていたのですが、無事に終わってほっとしています。レコーディングは終わったんですが、曲の出来上がりっていうのはまだ聞いていないので、どのテイクが使われるんだろう、私もドキドキしています。そしてセルフカバーのブレイクザブルー、カラフルウィングの2曲も原曲とはまた全然違う感じで、リナらしさ全開で歌えたんじゃないかなと思いますし、アウェイクフロムザディープの日本語バージョンももう当然のようにかなりかっこいい感じになっていると思います。やっぱり日本語ならではの良さが出ていて、英語バージョンとは全く違う雰囲気ですので、早く聴いていただきたいです。あとジャケット写真もね、早く見ていただきたいです。今回全然違う雰囲気で2種類のパターンの写真を撮りました。詳しくは言えないのですが、なんとあんなものを持って写真を撮りました。何でしょう。これは公開されてからのお楽しみです。あとは身につける小物とかも凝っていて、とっても可愛いので、そういう細かい部分にも注目していただけたらなと思っています。だんだんと出来上がりが近づいてきてワクワクしています。皆さんも楽しみにしていてください。ではお時間が来てしまいました。第15回目もよろしくお願いします。リナでした。